カバーガール TV。 ようこそお越しくださいました。日清シスコイメージキャラクターを務めさせていただいています、海老原ゆりです。もうとっても美味しかったですね。なんかもう私、グラノーラと今回の商品を食べ比べさせてもらったんですけれども、本当にスーパーオーメガたくさん入っていて、風味も感じられるし、また食感がザクッザクッザクッっていう感じで食べやすくて、中に入っている果実との相性もぴったりでした。ヨーグルトとこのグラノーラ のグラデーションというか、2層に分けてヨーグルト、グラノーラ、ヨーグルト、グラノーラって透明のグラスに持って食べるとデザート感覚でささっといただけるので、はい、私ちょっとそれも朝の贅沢でって思ってますね。息を吐くタイミングでももを上げます。で、息を戻すタイミングで下ろす。ふう、ふう、で戻す。ふう、そうです。はい、もうインナーマッスルですね、腸腰筋とか言われている部分がしっかり終わりになる方だと苦しくなくできます。これによって腸が内側から動かされて活性化しやすくなる動きです。吐きながら上げるんですよね。上げる、はい、結構難しくないですか？大丈夫ですか？はい、分からなくなって、ぜひ皆さん腸を活性化させて清々しい毎日を送っていただけたらと思います。今日はありがとうございました。海老原さん、ありがとうございました。本日のゲスト、アンバサダーの海老原ゆりさんでした。どうぞ。